こんにちは。私はやっぱり海鮮が一番かな。あ、大好物だわ。そこまでは言ってないわ。ちょっといきなり大声出してどうしたのよ。けどそこまで言うのならいいわよ。そうね、こんにちは。ええ、実は。ありがとう、旅人。ええ、ありがとう。断りにくいわね。問題ないわよ。あ、その子が食べてるのって。そんな、私のエビのポテト包み上げ。頼んだわ。どうしたの？安心して。何も言ってなかったから。そのことは忘れてちょうだい。こんにちは、岩王帝君。料理と関係しているのならこちらも好都合だわ。旅人、こっちへ。そのシャンリンとの付き合い方を教えてくれないかしら。国政、そんなことで悩んでたのか。おかしいかしら。なんでそんな目で私を見るの？国政は有能で自信があって何でもできる感じがするから。そんなことないわ。シャンリンはいつも温かく迎えてくれるし、特に今回は私を助けてくれたでしょ。いわゆるその友達というか。とにかくあんなに親身になってくれるお人よしの女の子との接し方がわからないの。旅人、教えてくれない？そう。礼を言うわ。それじゃあ、また後で会いましょう。国政って優しいね。じゃあ、早速出発するわよ。あなたはやっぱり優しくて、思いやりのある。私の思っていた通りの方です。いきなりそんなこと言わないでよ。まあいいわ。相変わらず忙しいんでしょ。早く帰りなさい。国政さんをどうぞよろしくお願いいたします。ちょっといきなり大声出してどうしたのよ。大好物だわ。どうしたの？そんな、私のエビのポテト包み上げ。